成長を円錐成長円錐は二次元培養された初代培養神経細胞の神経突起の先端に観察される線状の構造である。軸作の先端の構造を指して成長円錐ということが多いが実際には樹状突起の先端にも類似の構造が観察される。N1E-115 のような神経細胞株の神経突起の先端にも類似の構造があり。 それも成長塩水と言われることもある。生体内、つまり三次元培養の状態にある神経細胞の突起先端にも同様の構造が観察されているが、形態は奥義というよりは森に近いとされている。成長塩水は基本的には発生過程の神経系で見られるものの繁栄と考えることができ、軸作先端の成長塩水はやがて標的となる。 神経細胞の樹状突起あるいは筋肉に接近して、形態変化を起こし、マイシナプス部となる。成長塩水は2つの部分からなる。セントラルドメインとペリフェラルドメインである。セントラルドメインは、扇のように近い部分で微小管に富み、小法や細胞内小器官も多い。ペリフェラルドメインは、扇の周辺部でアクチン繊維に富み、形態変化が著しい。 ペリフェラルドメインは、アクチン束とその間の養生加速という形からなり、アクチン束はそのまま細胞外に突き出て、市場加速となる。最近は、セントラルドメインとペリフェラルドメインの間に、ミオシンによって、強く束ねられた、アクリンやアークからなる、トランジションゾーンを入れて3つの部分からなるとすることも、多い。成長塩水は、軸索ガイダンスにおいて、主要な役割を果たす。 成長塩水上には各種のガイダンス因子に対するレセプターが存在し、細胞外のガイダンス因子の濃度勾配に応じて誘因あるいは反発を示す。軸索を途中で切断する実験により、成長塩水自体がある、程度自律的に自分の進展方向の決定をしていることが示されている。レセプターから誘因あるいは反発の実態である。 細胞骨格と膜の変化の間のシグナル伝達については多くの情報が蓄積されており、カルシウム及びキャンプ、CGMP、イノシトールリン脂質、ローファミリー G タンパク質などがキー分子であることが明らかにされている。しかしながら、それらの構成するネットワークについてはまだ不明の部分が多い。成長塩水による軸索ガイダンスは、 より一般的に総加性の一種であると見ることができる。総加性のうち、そのメカニズムについて、現在詳しく調べられているのは、大腸菌、粘菌、血球系細胞、繊維目細胞、神経細胞の成長塩水である。粘菌、血球系細胞、繊維目細胞、神経細胞の成長塩水については、多くの共通点があることが指摘されている一方で、いくつかの点について、 明確な違いも報告されている。しかしながら、それらの相違点については、まだ広く受け入れられた見解は存在しない。ありがとうございます。